サテライトレーザー救済企画。どうも、救世系実況者リュウです。さあ本日なんですが、皆さんはこの、サテライトレーザー、X06S バルサムというモンスターをご存知でしょうか。お前誰やねんっていうモンスターなんですけども、なので調べたところによると、これタックフォースのモンスターで未用 CG カードらしいんですよ、どうやら。効果説明しますね。サテライトキャノン ×3 で融合するっていうすげえ重い、まあ、サテライトキャノンまず誰やねんっていう感じなんですけども、そのカード3枚で、融合召喚し、このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できないっていうことで、ですね、デビルフランケンとかああいうなんかその卑怯なずるい方法でインチキ融合召喚とかはできません。融合召喚でしか特殊召喚できないと。で、自分のエンドフェーズごとにこのカードの攻撃力が3000ポイントアップすると。もうロマンですよね。自分のエンドフェーズごとに3000打点アップするんですよ。で、この効果で、アップした攻撃力は、こいつが攻撃したらダメージ計算後にゼロに戻るっていうね。お前さ、かわいいな。で、貫通能力を持っているっていう。ただそれだけのモンスターです。で、守備力2000、攻撃力がゼロと。つまりですね、なんていうんですね、出したターンでは攻撃力がゼロのまんまなんで、殴れません。こんなむずいのに。出し方で、サテライトキャノンっていうのが、まあ、何かっていうとこれなんですよ。サテライトキャノン、まずレベル5っていう。で、このカードがレベル7以下のモンスターとの戦闘では破壊されて、まあ、こいつにもその効果つけてほしかったんだけど、融合召喚したらその効果つかないっていうね。レベル7以下のモンスターとの戦闘で破壊されずに、自分のエンドフェーズごとにこいつは打点が1000アップすると。で、アップした、攻撃力はこいつが攻撃したダメージ計算に戻るというね、いうカードなんですけども、で、これをね、3体融合しないといけないんですよ。めちゃくちゃきつくないですか。まあ1体はあの名称してなんで、まあ、沼地のマシン用とかああいうのでもいいと思うんですけども、まあ、少なくとも2体はね、使わなければいけないってことで、めちゃくちゃきついと。で、まあ、どうしたもんかといろいろ救済愛を私は考えたんですけども、ちなみにこのカード、あのランク戦の報酬なんで、あの誰でもゲットできるんですけども、ランク戦の URチケットっていうのを、超貴重な UR チケットをこれに割くかと言われると怪しいです、非常に。はい、使わない方がいいと思う。多分で、どっち出すかっていうと、これ光属性機械族なんですよ。光属性機械族なんで、これで落とせるんですよね、キメラテックランページドラゴンって。これ攻撃する場合、効果で、光属性機械を2体送って、なんか攻撃権増やすっていう効果あるんですよ。これで送るとその墓地に送られるじゃないですか。なんで、サイバルティックフュージョンサポート打ってるとフュージョンゲートで出せるっていうことに私は気づきまして、で、今日はですね、あの一応なんかちょっとサイバードラゴンギミックで、あの介護はするんですけど、基本的には、ランページはまあ、そのサテライトキャノンを落とす愚かな枚数を2枚分みたいな感じです。はい、愚かな枚数を2枚分です。これこいつで勝つんじゃなくて、まあ、バック除去とか梅雨払いはしてもらうけど、こいつで勝つんじゃなくて、こっちを出していきたい。そんな風に考えています。なので、もうこいつらはもういらないんで、あの2体並んだらもうアドレウスとかに変えたろうかなと、思っておりますんで、ちょっと回し方はね、具体的に対戦動画見ていただければわかると思うんで、早速、サテライトレーザー X06S バルサム、救済していきましょう。名前長すぎ、デュエル、スタンバイ。さあ、救世系実況者リュウです。さあ今回はですね、サテライトキャノン X06S バルサムというね、非常に名前が長いモンスターを救っていきたいと思います。サイバードラゴンコアを召喚。さあサイバードラゴンコアのモンスター効果、サイバーロードフュージョンじゃなくてもいいね。これね、これ1枚あるから、1枚あるからこれでいいな。出たな。サイバーテックフュージョンサポート発動、そしてサイバーリー奥義スキル発動、サイバーリー奥義、そしてフュージョンゲート発動。さあ今のところサイバーリュー、ただのサイバーリューっぽい動き、シンプルに。ただな、みんなここからはわけが違うぜ。ガチで意味わかんねえモンスターが出てくるからな。皆さん、こうサイバードラゴン落としますよね、ここね。サイバードラゴンコアとサイバードラゴン扱いになったプロトサイバーで、これ、あれですよね、皆さんね。皆さん、普通この後、
出すと思うんですよ。あ、出すも、サイバードラゴンモンスターを墓地に送ると思うんですよ。私はですね、サテライトキャノンを墓地に送ります。そしてフュージョンゲートの効果を発動。俺は墓地に存在するサテライトキャノン2体と手札に存在するサテライトキャノン1体の魂をゲームから除外。サテライトレーザー X06S バルサム特殊召喚セット、ターン終了するぜ。さあ、エンドフェーズごとにこのモンスターの攻撃力は3000ポイントずつアップするぜ。やってることやばいだろ、遅すぎ、遅すぎなんだよお前、アップすんの。せめてなんかさ、もうちょっと早くアップしてこのターン流してくれよ。マジで遅い、相手ターンしのぐ必要あるとかもう舐めてんの。あーもうやばいじゃん。召喚獣かな、セットやばすぎる、やばいよ、助けてバトルフェイズ。あー、まあそれは別にいいのか。あ、よくねえか。あ、まあ、やべやべ、ミス、あ、ミスってね。あー、結果オーライ結果オーライ結果オーライ。キメラテックランページドラゴンで、うわー、マジかー、なるほど、お龍一、なるほど龍一、なるほど龍一。サイバードラゴンコア召喚するしかないのか。サイバードラゴンコア召喚して、これ何持ってくればいい。プロトサイバーって墓地ではサイバードラゴン扱いになってないんですよね。なので、ただサイバーロードフュージョン持ってくるくらいしかやることない。サイバーロードフュージョン持ってくるくらいしかやることない。一応追撃のランページは出せますね。ただランページの方が全部無効なんですけど。つらいですね。これどっから投げればいいんだ。オーバーフローはあいつに当てたいですね。ベリー、これ難しいね、順番。これどうすればいいんだ。とりあえずバトルフェーズ入って、でもアップル殴るしかないか。アップル殴る以外にやることないんだけど、アップル殴って、アップル殴って、で、モンスター出てきて、で、出てきたやつをランページ殴る感じか。で、出てきたモンスターをランページ殴る。あ、それは、でもこれ受けてくれるかもしれないな。あ、受けてくれる。ラッキー。え、やったんだけど。じゃあですね、サイバーキックオーバーフローを打って、相手の前除去して、こうして、で、こうして、こうよ、で、こうよ、レーザーキャノン砲、打点下がった。打点下がった。攻撃力ゼロきた。君さ、かわいいな本当に。こいつ殴ったら打点全部ゼロになってリセットされるっていうね。かわいいな、お前は。お前かわいいな。そんなスキル使ってる人いましたね。これ果たして使えているのか、俺はこのモンスターを。さあ、お相手の方、カジキリョータ選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。カジキリョータ選手、何デッキですか。バランス21枚ですか。何でしょう、21番バランスかな、変な枚数だな。アロマガーデン出た、出ました。なんかちょっと不快ですよねこのデッキ。口悪くてすいませんなんですけども、なんかちょっと不快っていうアロマ。さあ、セットあります。まあ、でもランページが刺さりますね、アロマには結構刺さるとは思う、ランページが。で、ハンドはガン決まってはいる今のところ。バルサムは出る一応。次コアトップ引いたらマジで強い。ドロー。あ、それもまあそこそこ強い。まずはサイバーテックフュージョンサポートぶちかましていく。そしてスキル発動、サイバー流儀。もちろん2枚カードを生成するぜ。そしてフュージョンゲート発動。やべ、カランカの効果で垂れ下がってる。そしてフュージョンゲートの効果、
プロトサイバードラゴン2体で融合召喚だぜ。見て、キメラテックランページドラゴン。そしてキメラテックランページドラゴンのモンスター効果、魔法カードは破壊させてもらおう。そしてキメラテックランページドラゴンの効果発動、俺はサテライトキャノンを2体墓地に送ることができるぜ。ガチでやってること弱いんだよな。でですね、もう一発出しに行く説あるんだけどな、結構。まあでもどうせ殴んないから一応行くか、サイバーロードフュージョン。どうせ殴んないんで、サイバーロードフュージョンで、プロトサイバードラゴン、プロトサイバードラゴンで、融合召喚、キムラテックランページドラゴン2体目、キムラテックランページドラゴンの効果発動。サイバードラゴン、サイバードラゴンコア。でですね、フュージョンゲート発動。俺は墓地で眠るし、サテライトキャノンと手札に眠るサテライトキャノン魂をこのゲームから除外し、現れろサテライトレーザー X06S バルサム。誰やねんガチで誰やねん、ガチで誰やねんすぎ。そしてアドレウスをエクシーズ召喚。でアドレウスのモンスター効果、表側のカードを1枚破壊することができるぜ。これ殴れたら最後あったんすけどね、殴れないんすよね、殴れないんすよね。これサイバーロードフュージョンを行ったターンね、使ったターン、そのモンスターでしか殴れないっていうね、制約がありますんで、このターンでは削りきれんっていう。まあそもそもサテライトレーザーの打点アップがエンドフェーズなんでめちゃくちゃ遅いんですけど、いける。サイバーレティックオーバーフロー発動。俺はサイバードラゴンをゲームから除外し、てめえのフィールドのカードを2枚破壊させてもらうぜ。きたー、あー殴らせてー、サテライトレーザーで。サテライトバルサム出ただけ。さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。あーなるほどですね。これはでも一応出ますね、一応出ますけど、ちょっとサイバーネティックオーバーフローマジで全然意味なくなりますけど、ですね、これマジでもやってることアドソンすぎるんだよな、マジでやってることアドソンすぎてやばいって感じなんですけど、キムラテックランページドラゴンを特殊召喚していく。そしてランページドラゴンの効果を発動し、デッキからサテライトキャノンを墓地に送るぜ。そしてフュージョンゲートの効果発動、現れろサテライトレーザー X06S バルサム。名前長、名前長。カード置きセット。このオーバーフローまるで意味がありませんガチで意味ない。バルサムを出すためだけのランページやめて。まあでも意味ないか、打てねえから、ちょやめてやめてやめて。とバルサム突破できるでしょ。3000だってありますからね。ジェスタークイーン、やば。なんだっけこのカードが、召喚特殊召喚に成功した時、自分の魔法トラップゾーンのカードを全て破壊する。はい、自分のフィールド上に、他のモンスターが存在しない場合、このカードは通常の攻撃に加えて自分の魔法トラップゾーンのカードの数だけ一度のバトルフェーズ中に攻撃できる。やばやば。ええ筋肉すぎない。